ふう、あっという間に着いたけど、確かこっちが参道外れにある遺跡に通じている道だったかな。ええ、そうですね。この先はこのまま徒歩で行った方がいいと思います。ま、準備ができてんなら早速行ってみようぜ。ですね。幽霊の出る遺跡だなんて。ううん、そんなのいるはずないわ。せいや、行きます。はぁ、やぁ、よし、行くぞ。やっと着いたか。しかし前に来た時に比べるとやたらと薄暗い感じだな。ええ、前に来た時はこんなもやは出てなかったのに。で、この遺跡の中に幽霊が出るってわけだな。ええ、幽霊というか得体の知れない魔獣ですけど。ティオちゃん、何か感じる？何か不思議な波動のようなものを感じます。ただの空気振動？それとも霊的なもの？不思議な波動？ええ、前に来た時には感じなかったんですけど、どうやら屋上に見えている鐘のあたりから感じられます。そういえばこの遺跡も星見の塔みたいに屋上に鐘楼があるみたいね。ああ、そうみたいだな。クロスベルの中央広場にあるのと同じような鐘みたいだ。なんか関係あんのかね。今回は一通り内部を探索するのが目的ですが、とりあえずの目標地点としてあの鐘楼まで行ってみませんか？ティオちゃんの言ってたことも確認してみたいですし。ああ、依存はないよ。それじゃ早速中に入るとしようか。分かったわ。了解です。そんじゃま、幽霊ってのにご対面といきますかね。だから幽霊じゃなくて得体の知れない魔獣だってば。ねえノエルさん。まあ、そんなに怖いんだったら無理しなきゃいいのに。
ここはどうやら礼拝堂みたいだけど、古い記録によると中世の総員跡みたいですね。月の総員、あの星見の塔や古戦場の奥にある城塞と同時代のものらしいですけど、ということは500年くらい前の遺跡ね。激しい戦乱の時代でもあった頃だけど。これは鐘の音。あ、来ます。ビビってる暇はねえ。来るぞ。さあかかってこい。行くぞ。はあ、だ俺の番だな。行きます。分析を開始します。情報を入手しました。俺の番だな。行くぞ。私の番です。ドライブ開始。私の番ですね。電磁ネット投射。よっしゃ。行くぞ。おっしゃ。そこだ。よし。やっ。これで一安心ですね。なんとか片付けたか。エリー大丈夫か。なんとか。それよりも今のはもろに亡霊だったな。気色悪い光と一緒に消えていきやがったし。それとやはり上位三属性がはっきりと働いていましたね。どうやら何らかの理由でこの遺跡は霊的な場になっているのかもしれません。霊的な場か。そういえばさっき屋上の鐘が鳴ってましたけど、まさか鳴らしていたのは。ストップ、ノエルさん。多分風で鳴っただけよ。ええ、そうに決まってるわ。お嬢必死だな。気持ちは分からなくないけど、いずれにせよ今の戦力ならなんとか探索することができそうだ。総長、このまま先に進むかい？ええ。行くしかないみたいね。まあこちらの攻撃が通じるだけマシではないかと。やれやれ、とんだホラーハウス巡りになりそうな気がしてきたぜ。
奇襲成功、チャンスです。アイカー、ここだ。じゃあ一気にボコボコ。了解。イエスター。そこに、おととい来やがれってな。始めましょう。アイカー、任せろ。畳みかけるぞ。了解です。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。はい、イエスだ。アイサーと、私の番ですね。最
奇襲成功、チャンスです。アイカー、ここだ。じゃあ一気にボコンと。ま、こんなもんかね。先生可能、始めましょう。はいか、チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。おう、まだまだいける。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解です。ここだ。じゃあ一気にボコるぞ。あ、やった。行くぞ。私の番だ。行きます。そこ、これで一安心ですね。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解です。ここだ。じゃあ一気にボコンぞ。はい、イエスさん。ま、こんなもんかね。敵出現、めんどくさいです。任せてくれ。はあ、よし、電磁ネット投射。よっしゃ、私の番です。死ねば増幅。サイト、サイト、来て来て。任せろ。こいつはどうだい。はあ、クリムゾンゲーム。俺たちの力だ。
奇襲成功、チャンスです。アイカー、任せろ。任せてくれ。俺の番だな。行きます。ドライブ開始。やっ！ザイス。よーし。任せてくれ。行きます。ドライブ開始。行くぞ。やあ。マジかよ。データ収集終了しました。オッケーです。ここです。
きます。電磁ネット投射。行きます。エニグマ駆動。畳みかけるぞ。了解です。行きます。行きますよ。ファイヤー。行くぞ。俺の番だな。おうら。私の番です。ドライブ開始。俺の番だな。おうら。やあ。敵集団撃破しました。よし、一気に行くぞ。アリサ、俺の番だな。よし、エニグマ駆動。任せろ。さっき分析を開始します。情報を入手しました。やっ、助かりました。私の番です。思念波増幅。サイト。来て来て。よし。させるか。私の番ですね。そこ。行きます。ドライブ開始。行くぞ。エンディア。俺の番だな。ぜ。ちょろいぜ。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解です。ここだ。じゃあ一気にボコるぞ。了解です。先制可能。始めましょう。はいか。ここだ。じゃあ一気にボコるぞ。オッケーです。了解。ターン。
とといきやがれってな。先生可能、始めましょう。はいか、よし、みんな一気に行くぞ。今だ、全火力集中してください。はいか、そこ、いや、そこです。さあ、かかってこい。よし、はっ、よし、いきますよ。ファイヤー、任せろ。よし、一気に行くぞ。アイサー、ここだ。じゃあ一気にボコるぞ。了解。はい、おととい来やがれってな。先生、気をつけてください。よかったです。はい、ガーナーモード起動します。オーバルドライバー、出力最大。行くぜ。こいつはどうだい。おととい来やがれってな。よっしゃ、畳みかけるぞ。はい、了解です。よっしゃ、今駆動。今だ、いきますよ。ファイヤー、俺の番だな。エニグマ駆動。はい、エニグマ駆動。俺の番だな。よし、ありがとう。助かりました。任せろ。俺の番だな。えっ、俺の番だな。マジかよ。俺の番だな。それ、
ザイス。さて、エニグマ駆動。ザイス。はい。えい。任せてくれ。行くぜ。データ収集を開始します。行くぜ。ほらよ。行くぜ。行くぞ。私の番です。思念の増幅、サイト。
よし、もう大丈夫だ。よし、一気に行くぞ。アイサーです。今だ。ああ、俺の番だな。エニクマ、駆動任せろ。はい、エニグマ駆動。行くぞ。セッディア、俺の番だな。えいはっ、任せろ。行きます。そこ、さっきから。えい、行くぞ。やっはっ、任せろ。行きます。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解です。行くぜ。そこだ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。 OK です。アリサ、イエスだ。よし、上出来だ。よし、やったぞ。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解です。よっしゃ、ほらよ、行くぞ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。はい、イエスさん。よし、上出来だ。
畳みかけるぞ。了解です。俺の番だな。よし、エニグマ駆動。ここだ。行きます。ドライブ開始。やっ、よっしゃ、畳みかけるぞ。了解です。ここだ。行くぞ。駆動。エニグマ、あたしの番ですね。あたしの番です。ドライブ開始。やっ、やっ、ありがとうございました。行きます。任せろ。行きます。行きますよ。ファイヤー。行くぞ。それ。はい、分析を開始します。情報を入手しました。任せろ。俺の番だな。エッディア。よし、はは、援護するわ。ありがとうございます。私の番です。行くぜ。ぜ、俺の番だな。やっは、よし、はは、はい、任せろ。は、行くぜ。さて、そこです。データ収集終了しました。スイート先生、可能、始めましょう。はいか、俺の番だな。任せてくれ。よし、はは、はい、よっしゃ、任せてくれ。行きます。そこです。はい、そこ。皆さん、お疲れ様でした。
ここだ。じゃあ一気に防御するぞ。イエスさん、OK です。おっしゃ、いい感じだぜ。やっぱり、よっしゃ、畳みかけるぞ。チャンスだ。とっとと終わらせるぞ。俺の番だな。ほらよ。任せてくれ。
電磁ネット投射。さてと死ねるの増幅は服サイト来て来て、なんつうか
やたらと怪しげな場所だな。なんでこんな場所が礼拝堂の裏側にあるんだ。そうだな、七葉教会の遺跡にしては不気味すぎる感じだけど。その床に描かれた文様は一体何なのかしら。目みたいな形だけど。どうしたティオ。何か気づいたことでも。どうやらこの場所は何らかの儀式の間だった可能性が高いかもしれません。それも生贄などを捧げるような。えっ、生贄。ええ、赤黒く見えるシミの跡は多分血のりではないかと。成分を分析してみないと正確なことは分かりませんが。ゾッとしねえ話だな。でもどうして教会の遺跡にそんなものが。また今度は何だ。気をつけてください。ものすごい霊圧を感じます。おいおい、俺たちは教会のエクソシストじゃねえんだぞ。来る、行くぞみんな。はい、はい、電磁ネット投射。任せてくれ。行くぜ。危ないよ。はい、分析を開始します。情報を入手しました。私の番です。思念の増幅サイト、来て来て。
まじでよ。よし、セッディア、私の番です。エニグマ駆動。はい、いきますよ。エニグマ駆動。や
よし、行きます。エニグマ駆動、今だ。全火力集中してください。はい、とっ、うん、行くぜ。行きます。はい、そこ。行くぜ。そこだ。俺の番だな。任せてくれ。行きます。エニグマ駆動。任せろ。はい。行くぜ。おととい来やがれってな。なんとか追い払えた。今の何だったの？教会の聖典に伝えられている悪魔みたいだったけど、本物かどうかはともかく、かなりの霊圧を持ってましたね。亡霊、骸骨、化け物と来て、最後には悪魔まで出やがったか。一体どうなってんだこの遺跡は。多分位置的にあの上が鐘楼になるはずだ。とにかく調べてみよう。ええ、この音は鐘が共鳴している。ひょっとしてこの共鳴音が場を作っていた原因かもしれません。何？どういうこと？詳しい原理は分かりませんが、この鐘を中心に何らかの力場が遺跡全体を包み込んでいるのが感じられます。ですからこの共鳴を止めれば、ある何かが収まるかもしれねえってか。どうする、総長。鐘の共鳴を止めてみるか。ええ、やってみましょう。ロイドさん、ランディ先輩、
してください。同時に鐘を押さえてみましょう。よし来た。合点承知だ。青空が戻ってきやがったぜ。遺跡全体を包み込んでいた力場も消えたようです。ひょっとしたら内部も何か変化があるかもしれないか。よし、中に戻って確かめてみよう。ええ。これは太陽の光が差し込んでる。どうやら化け物の気配もしねえみてえだな。ああ、下に降りてみよう。時、空、幻の属性が働いている気配もなくなりました。どうやら普通の空間に戻ったみたいですね。そうか。しかし一体どういうからくりなんだ。あの鐘の共鳴に何か原因がありそうだけど。そこまでは私にも。ただあの鐘が何らかのアーティファクトである可能性は高いかもしれませんね。アーティファクト。1200年前に存在していた古代ゼムリエ文明の遺物のことね。不思議な力を持っているらしくて、教会が管理しているそうだけど。ああ、たまに噂で聞いたりするぜ。どこぞの貴族が隠し持ってたヤバい力を持っている遺物を教会が調べて没収したりとかな。そんなものがあるのか。私も知りませんでした。何しろ現代の技術では一切解析が不可能だそうで、そういう意味でも一般の人にはほとんど知られていないようですね。いずれにしてもこの遺跡についての手がかりは、これ以上は報告書をまとめて専門家に調査を依頼した方がいいかもしれません。そうだな。まあそれが妥当かと。そんじゃ遺跡の調査はこれで切り上げるとするか。ええ。皆さん、ご協力ありがとうございました。これにて遺跡調査の任務を完了したいと思います。正直生きた心地がしなかったわ。お疲れ様でした。それにしてもあの鐘一体何なんでしょうね。それにあの化け物たちも一体。塔も不思議な場所だったけど、この僧院はそれ以上だったな。それと礼拝堂の裏にあったあの不気味な儀式の間か。ええ、正直教会の遺跡にしてはあまりにもまがまがしすぎると思う。500年前一体何があったのかしら。まあそのあたりは専門家に任せて、俺たちはとっとと帰ろうぜ。ええ、
テーマパークにあるホラーハウスを10回くらいはしごした気分だぜ。そうですね。それじゃあ停車している車両のところまで戻りましょうか。ああ、そうしよう。この後どうしますか？まだ時間もありますし、どこへでもお送りしますよ。そうだな。せっかくだからお言葉に甘えましょうか。おっと、通信か。妙なタイミングでかかってきやがるな。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。ああ、毎日参道の途中にあるトンネルだよ。実は君のお姉さんと一緒に遺跡の調査をしてたところなんだけど。あ、はい、お姉ちゃんから話は聞いてます。調査の方は無事終了しました？ああ、一応はね。お姉さんに言おうかい？だったら変わるけど。違いますよ。それだったらお姉ちゃんのエニグマの方にかけますし、実はロイドさんたちに問い合わせの連絡がありまして。問い合わせ？市民からか？いえ、マインツの町長さんなんですけど、何でもロイドさんたちに相談したいことがあるそうで。へえ、珍しいこともあるもんだな。どういう内容の相談だ？何でも鉱山町の人でクロスベル市に行ったまま何日も帰っていない人がいるらしくて、その相談ということみたいです。なるほど、ちょっと気になるな。わかった、ここからマインツまで近いし、早速町長さんを訪ねてみるよ。ちょうどお姉さんが俺たちを送ってくれるらしいし。遠慮なくこき使ってあげてください。それじゃあ先方にはそのように連絡しておきますね。フランからですか？ああ、と言っても支援課の仕事の話だけどね。なるほど、マインツのビクセン町長の依頼ね。町に出たまま何日も帰ってこない人ですか？すぐ近くだし、こっちが出向いて話を聞いちまった方が早そうだな。ああ、そう思ってさ。それじゃ、そうじゃ、鉱山町まで送ってくれるかな？ええ、お安い御用です。ゲイト！あ、乗ります。はい、到着しました。
さすがにあっという間に着いたな。早速町長さんに詳しい話を聞きに行こうか。だな。確かまっすぐ進んで突き当たりにある家だったわね。失礼します、特務支援課の者ですが。おお、待っておったよ。わざわざ来てくれてすまない。本当ならこちらから出向こうと思ったんだが。いえ、近くで他の仕事があったついでですから。それで早速話を伺ってもいいですか。ああ、座ってくれたまえ。すぐにお茶でも入れますね。なるほど。ではそのガンツさんという行員が2週間前にクロスベル市に行ったきり帰ってきていないと。ああそうなんだ。とにかく大のギャンブル好きでね。それまでにも週末の度にクロスベルの歓楽街にあるカジノに遊びに行っていたようだが。それが何の連絡もなく2週間も帰ってきてなくて、何かあったんじゃないかとみんなで心配しているんですよ。確かにそれは心配ですね。何かの事件に巻き込まれたか、それとも帰れない事情があるのか。町の外に出て魔獣に襲われたとかじゃなければいいんですけど。そういやその行員がギャンブルで大勝ちした可能性はあるんじゃねえか。それで今頃ミシュラムあたりで女連れで豪遊してるとか。いや、ランディじゃないんだから。でも可能性としてはありえるかもしれませんね。残念ながらその可能性はないと思うんだがね。それはまたどうして。ギャンブル好きだけど根は真面目な方なんですか。お世辞にも真面目とは言い難いが、ギャンブルについてはとにかく下手の横好きでね。おまけに月も勘もないから毎回有金のほとんどを吸って帰ってくるくらいなんだ。なるほど。確かに宝くじなら大穴もあるが、ギャンブルだと実力もないと大儲けは難しいかもな。では町で借金をしてそれが返せずに失踪とか。そうね、可能性としてはありえるかも。実は私たちの方もそのあたりを疑っていてね。もしそうだった場合どう連絡を取ればいいのか。わかりました、この件はお任せください。とりあえずカジノをはじめガンスさんの寄りそうな場所を聞き込みしてみましょう。ありがたい、どうかよろしくお願いする。何かわかったら私の家に通信で連絡してもらえるかね。ええ、それでは番号を控えさせていただければ。もう夕方か、そろそろクロスベル市に戻った方が良さそうだな。そうね、今日中に聞き込みくらいはしておきたいところだし。ノエルさん、お願いできる？ええ、それでは車両のところに戻りましょう。Thank you.
りますか？今日は本当にありがとうございました。ご恩は近いうちに必ず返させていただきます。大げさだな。ま、なかなか興味深い体験をさせてもらったぜ。あの遺跡、総員についてだけど、一応クロスベル大聖堂に相談してみた方がいいかもしれないわね。そうですね、アーティファクト絡みであれば他にどうしようもありませんし。なるほど、わかりました。副司令と相談して、その後皆さんの方はこれから町で聞き込みですか？なあ、少なくともカジノは訪ねてみるつもりだ。もし警備隊の方でそれらしい情報があったら。わかりました、鉱山長のガンツさんですね。それでは失礼します。お、そっちこそお疲れ。さてと、それじゃあ時間もないし、このままカジノに行ってみるか。ええ、そのガンツさんっていう行員の情報を集めないとね。そんじゃあとっとと歓楽街の方に行こうぜ。そろそろカジノも夜の部か。そんじゃ適当に遊びながら例の行員の聞き込みでもするか。いや、ダメだって。潜入捜査でもないのに遊ぶ必要は全くないかと。とにかく従業員の人やお客さんに聞いてみましょう。ガンツさんの消息について何かつかめるかもしれないわ。へいへい、了解。おや、これは皆さん、ランディと一緒に遊びに来られたんですか？いえ、実は。ちょいとオーナーに聞きたいことがあるんだけどよ。行方不明？そんなバカな。今日だってうちに遊びに来て荒稼ぎしていかれましたが。本当ですか？しかも荒稼ぎって。おいおい、オーナー、人違いじゃねえだろうな。俺たちが探してんのはマインツの行員をやってる月も勘もいい野郎だぜ。ああ、もちろんその方のことさ。2週間前になるか、久々に顔を見せたかと思ったら別人のように強くなってるな。おかげでうちのディーラーは負け続き、50万ミラくらい持っていかれてるよ。50万ミラ？かなりの大金ですね。おいおい、マジかよ。なんかイカサマをやってるとかそんなんじゃねえんだよな。私たちもプロだ。イカサマがあれば気づくさ。とにかく異常に勘が冴えてる上にありえないほどの月の良さでな。一体彼に何があったのかこちらも知りたいくらいなんだ。町長さんから聞いた話と随分違っているみたいだけど。あの、オーナー、ガンさんは鉱山町にはずっと帰っていないそうですが、滞在場所はご存知ありませんか？ああ、それならすぐ近くにあるホテルに毎日泊まっておられますよ。それも確か最上階にあるデラックスルームだったはずです。あの高級ホテルのデラックスルームですか？おいおい、どんなお大臣だっつうの。でも意外とすぐに消息が判明しましたね。ええ、早速訪ねてみましょう。もう日が暮れたか。
とにかくガンさんと一度話をしてみないとな。ええ、向こうにあるホテルに行ってみましょう。デラックスルームは確か最上階にあったはずよ。カジノで大勝ちをして優雅にホテル暮らしかよ。ったく羨ましいじゃねえか。ランディさん、そういう問題では。ご無沙汰してるぜ。ああ、なんだおめえら。失礼します、クロスベル警察の者です。マインツのガンスさんですね。そうだな、おめえらどこかで見たことがあるような。え、というかこの人、軍用犬騒ぎの時に襲われそうになっていた行員さんの片方では。そんなこともありやがったな。思い出したぞ、確かに警察のガキどもだったな。この俺様に何の用だよ。その、実はマインツの町長さんに頼まれまして、あなたの行方を探していたんです。町長が俺のことを一体何の用だってんだ。あんたこっちに来たまま2週間も連絡取ってねえんだろ。失踪したんじゃないかってえらく心配されてたぜ。それで私たちの捜索を引き受けたんです。なるほどな、よかったじゃねえか、ちゃんと見つかってよ。と言ってももう俺はマインツなんざ帰るつもりはねえんだが。そうなんですか。一体どうして。決まってんだろ、俺は手に入れたんだ、天才的なギャンブルの腕をな。腕や勘だけじゃねえ、女神の幸運も俺様のもんだ。誰があんな田舎町に戻ってせこい穴掘りなんぞやるかっての。そんな。おいおい、そのいいんですか、みんな心配しているんですから、せめて町長さんには連絡を。うぜえ、俺に指図すんじゃねえ。もう一儲けしたらミシュラの日でも行くか。おい女ども、週末あたりにテーマパークに連れて行ってやるぞ。宝石店とブティックで何でも好きなものを買ってやる。本当ですか。楽しみにさせてもらうわ。ダメだな、完璧に舞い上がってやがるぜ。ああ残念だけど町長さんに状況を伝えるしかなさそうね。私たちが説得するというのも筋違いでしょうし。そうですね、本人の意思もありますし。ロイド、何か気になることでもあるの。いやちょっとね、もともと好きも勘もない下手の横付きでしかなかった週末ギャンブラー、どうしてこんなに勝ち続けることができるようになったのかと思ってさ。それは、確かに気になる。つうか、ぜひともコツを伝授してもらいたいくらいだぞ。ランディさんもギャンブルはそこそこ強いと聞いてますけど。調子がいい時はな。だが2週間連続で勝ち続けて50万ミラ稼ぐなんてのは無理だ。まあジャックみたいな凄腕の賭博士ならありえるかもしれんが。あれは小説の話でしょ。あら、なんだ、まだいたんだ。おいおい、ご挨拶だな。そうだ、二人とも少し話を聞かせてくれねえか。あのガンツって兄さんについてなんだが。別にいいわ。なになに、ひょっとして犯罪絡み。いやそうじゃねえが、あの兄さんいつもあんな調子なのかよ。いくら酒が入ってるからって
あまりに横柄すぎやしねえか。そうね。確かに最初の頃はあそこまで威張り散らしたりはしていなかったけど、そのうちどんどん偉そうになってたかな。まあうちらは客商売だからあんまり気にはしてないけど。そうか、あの態度は酒が入っているからだけじゃないってことか。それにしても彼ほんとすごいのよね。まるで伏せられたカードが見えてるみたいに勘が冴えてるんだもの。ルーレットなんて数字をピタリと当てちゃうし、ディーラーの人たちの考えも見抜いちゃってるみたいだもん。それはすごいですね。そこまで行くと勘というより超能力だな。なんでその力が俺に目覚めないんだっつーの。ガッツさんについては知っているのはそのくらいだけど。そんなんでもいいわけ。おう、サンクス。また暇な時にでも店に寄らせてもらうぜ。期待しないで待ってる。それじゃまたね。とりあえず町長さんに連絡を入れた方がいいんじゃないかしら。なあ、そうだな。どうも、特務支援課のロイド・バニングスです。おお、君か。ひょっとして何か情報でもあったのかね。いや、それが。なんと、そんなことになっていたのか。まさかあのガンツがギャンブルで大勝ちをして高級ホテルに泊まっているとは。さすがに連れ戻す説得まではできなかったんですが、一応報告だけでもと思いました。いやいや、それで十分だ。そういうことであれば明日にでも私が町に出て彼と直接話をしてみるつもりだ。ありがとう、本当に助かったよ。いえ、お気になさらずに。また何かあったら遠慮なくこちらに連絡してきてください。できる限りのお手伝いをさせてもらいますから。よろしく頼むよ。町長さんはなんて。ああ、さすがに驚いたみたいだった。明日クロスベル市に来て直接話してみるってさ。ま、身内が話すのが一番いいかもしれねえな。ティオ、さっきから静かだけど何か気になることでもあるのか。いえ、ただ今日はいろいろあったので疲れてしまったみたいで。そうか、遺跡の調査もあったしな。もう日も暮れているし、そろそろ支援課に帰りましょう。ヒーヤちゃんも待っていることだし。そうですね、キーヤの笑顔が見られれば疲れも吹き飛びそうな気がします。大げさだな。ま、気持ちはわかるけどさ。やれやれ、揃いも揃って親バカというかなんというか。そんじゃとっととキーボーの顔を見に帰るとすっか。ただいま。あ、帰ってきた。おかえり。キーヤはいつも元気だな。うん、キーヤ元気だよ。ロイドたちは遅かったね。
お仕事忙しかったの？まあまあかしら。まあ今日は移動に車を使えたから、その意味では助かったかもな。ですね。ねえねえティオ、なんか疲れた顔してるけど大丈夫？ええ大丈夫です。キーヤの顔を見たら元気になっちゃいました。なるほどね。確かにそいつは効きそうだな。何よりの特効薬かもしれないわね。ありがとうキーヤ、元気出てきました。そっか。そういえば課長はまだ帰ってないのか？課長ならそこの部屋にいるよ。さっきお客さんが来てお話ししてるみたい。お客さん、こんな時間に珍しいな。どんな人だったの？おひげが生えたクマさんみたいなおじさん。課長は先生って呼んでたかな。ああ、イアン先生か。珍しいな、こんな時間に。一応私たちも挨拶した方が良さそうね。私は夕食当番ですから、そちらはお任せしておきます。大丈夫か？なんだったら夕食当番くらい俺が変わるけど。いえ、すでに下ごしらえは済ませてありますから。キーヤ、晩ご飯もう少し待ってください。だったらキーヤも手伝う。そうですか。それではよろしくお願いします。しているよ。やっぱりイアン先生でしたか。珍しいですね、先生がいらっしゃるなんて。ああ、セルゲイ君に少し聞きたいことがあってね。他の用事もあったついでに足を運んだというわけなんだ。他の用事ですか？ああ、端的に言うとキーヤの身元についてだ。もしかして何か分かったんすか？いや、残念ながらギルドにも依頼したそうだが、私もセルゲイ君に頼まれて他の可能性について調べていてね。残念だが、いや幸いというべきか、その可能性はないと分かったんだ。他の可能性ですか？ああ、数年前の話なんだがな、カルバード共和国を中心に子供が拉致される事件が相次いだことがあったんだ。子供が拉致？それって。詳細は省くが、かなりのでかい事件でな、カルバードだけじゃなく周辺諸国にも被害が及んでいたことから、国際的な捜査体制が組まれることになった。この捜査体制には各国の軍隊、警察組織、そして遊撃士協会が協力した。そんなことか。初めて聞きました。俺も初耳だな。あまり知られてないってことは相当ヤバい事件だったんすか？ああ、結局事件は解決したんだがね、かなり深刻な内容だったので結局は極秘扱いになってしまった。私は民間のアドバイザーとして偶然関わっていたんだが。ちょっと待ってください。もしかしてキーヤがその数年前にあったという事件の被害者である可能性が？そう思って当時の被害を改めて調べてみたんだが、キーヤ君に該当する子は結局見つからなかったんだ。事件を起こしていた連中もほとんど検挙されるか自滅している。そのことが改めて分かったので。そうだったんですか。少し安心しましたけど、まさかそんな事件があったなんて。その事件についてはいずれお前たちにも話してやる。
ただ結局キーヤについては振り出しに戻っちまったんだがな。まいいんじゃないっすか。身寄りが見つかるまで俺たちが面倒見りゃいいんだし。なあ、当分の間はここで保護した方がいいだろう。ただ本当に身寄りがなかった場合、里親を探すなり教会の福音施設に預けることも考え、それはでもいずれそういうことも含めて考える必要があるってことだ。子供一人を預かって育てるってのは半端な覚悟でできることじゃねえ。どれだけその子が可愛くったってな。そうですね。まあ確かに猫の子を預かるのと同じわけにはいく。すまない、厳しいことを言ってしまったな。そういえば任務から戻ってきたばかりみたいだな。報告もあるのだろうし、私はそろそろ失礼させてもらうよ。いえそんな、実は先生にも相談しようかと思っていた案件だったんですが。おお、私に？ええ、実は。なるほど、そんなことがありやがったんだ。いかにも支援家らしい仕事じゃねえか。結局事件ではなかったので本人の説得はしませんでしたが、町に帰るよう説得くらいした方が良かったんでしょうか。うん、難しいところだな。遊撃士だったら説得や交渉も仕事のうちに入るんだろうが、警察の人間がそれをやった場合民事介入になる可能性もある。なかなか難しい線引きのところだね。やはりそうですか。まあいい年した大人なんだし余計なお世話ってもんだろう。これでガキだったらケツでも叩いて家に連れ戻してやるところだが。そうね。しかし天才的なギャンブルの腕と別人のような月と感か。先生、何か心当たりでも？いや、偶然かもしれないが、ここ最近似たような話を二つばかり聞いたことがあってね。本当ですか？まさか他にもギャンブルで一山当てた奴がいるとか？いやいや、そうじゃないよ。聞いた話というのは、とある証券会社の証券マンと貿易会社の経営者なんだがね。どちらも最近大きな損失を出して非常に困っていたそうなんだが、ここ数日で耳を疑うほどの素晴らしい業績を上げたらしいんだ。特に証券マンの方はまるで未来が見えていたかのような月と勘で株を売買したらしい。それはどこかで聞いた話だな。もちろんただの偶然だろうけどね。ただ聞くところによるとその二人の態度もあからさまに横柄になったという話でね、少し気になってしまったんだ。確かに気になりますね。イアン先生、その二人の身元について詳しい情報は分かりませんか？ああ、その気になればすぐに調べられるだろうが、念のため確かめておくかね。ええ、できれば。課長、何か気がかりでも？ま、こういう家業をしてたら情報は大いに越したことはねえ。ただそれだけの話だ。なるほど、兄貴も言ってたな。捜査の決め手は勘と足による情報集めだって。さてと、私はこれで失礼しよう。君たちも気になることがあったらいつでも相談してきてくれたまえ。できる限りの協力をさせてもらうよ。イアン先生、ありがとうございます。その時はどうかよろしくお願いします。ルバーチェの裏ルートが復活している？はい、ここ1週間で我々が潰した3つのルートが立て直されました。こちらも妨害しようとしたのですが、思っていた以上に抵抗が激しく。妙ですね。
この状況で失ったルートをわざわざ取り戻すだけの余力が、あちらの営業本部長殿がわざわざ動いたのです。いや、それがキリングベアの姿はなく、配下の構成員だけだったそうです。それも軍用犬は連れておらず、数名程度の少人数だった。ますます奇妙ですね。構成員一人一人の戦闘力ならば、我々兵ゆえの方が上のはず。例のラインフォルト社製の重機関銃を持ち出したのですか。ええ、確かにその武装も持ち出してきたようですが、それ以上に戦闘能力そのものは大幅に向上しているとの報告です。なるほど。現在マルコーニ会長は議長閣下のお怒りを鎮めようと躍起になっているようです。どこぞの両兵団を新たに雇った様子もありませんし、なかなか興味深いですね。我々の知らない切り札を持っている。ええ、間違いないでしょう。しかも私の見立てでは尋常な切り札ではなさそうです。それこそインドのような状況を一気にひっくり返せるほどのジョーカーかもしれませんね。一体どんな…今だ。噂をすれば神です。大変です。ルバーチェと思われる黒ずくめの一団による襲撃です。その数およそ10。キリングベアの姿はありません。たかが10名ごとき返り討ちにしてしまう。警察は心配するな。正当防衛で何とでもなる。それが襲撃者の戦闘力は尋常ではなく、重機関銃を片手でカリゴルと振り回して。1階が突破されました。こちらに迫ってくるのは時間の問題かと思われます。どうやら頭脳派を拾っているわけにもいかないようですね。もしか出ますよ。この程度でインドなんてよっては天狗への流れ、東方人街を支配する我らの力存分に見せつけてやりました。驚いたな。この目玉焼き、本当にキーヤが焼いたのか。そうよ。あまりに手際がいいんで思わず見惚れちゃったわ。いい半熟具合だな。ベーコンもカリカリで言うことなしだぜ。昨日のホワイトシチューを手伝ってくれた時も大した腕前でしたし、やはり料理の経験はかなりあるのではないかと。確かに料理は体で覚えるところがあるけど、それにしてもこの年でここまで上手なのはすごいな。ねえねえリオ、今日は大丈夫なの？ああ、見たところ顔色は悪くはないみたいだけど。あんまり無理はしないで休んだ方がいいんじゃねえか。いえ大丈夫です。昨日も早めに休ませてもらいましたし。まあ急ぎの仕事もないし、少し様子を見た方が。あ、朝っぱらから珍しいな。フランスさんかしら。はい、特務支援課ロイド。ああ、んなのはとっくに分かってるっつーの。今どこ、何してんのさ。ああ、ヨナか。おはよう。夜型のヨナがこんな早くに起きてるなんて。そんなもん徹夜明けに決まってんだろ。ああもうそんなのはどうでもいいんだよ。でもまあ
知らないって何のことだ。大サービスでこのヨナ様が教えてやるよ。昨日の真夜中、いや日付は今日になるのか、ヘイユへの事務所が何者かに襲撃されたそうだぜ。なんだって。何でもヘイユへの方は防戦一方だったみたいでさ、かなり被害も出たみたいだぜ。まあ襲ったのは間違いなくルガーチェの連中だろうけどな。そうだったのか、ありがとうユナ、情報提供。今度何かで返せよな。ヨナからですか。ああ、どうやらとんでもないことが起きたみたいだ。本当なの。おいおい、マジかよ。真夜中とはいえ市街地でそんなことが。それが本当なら一家あたりがとっくに動いてるんだろうが、気になるんなら行ってこい。ただし飯を食ってからな。はい。そあ、ティオ大丈夫か。ええ、問題ありません。朝食を済ませたら港湾区に向かいましょう。さすが皆さんです。ランクアップですね。おめでとうございます。さすが皆さん。